Hi everyone, how are you doing? Today we have a special guest and I've interviewed her about her career, job hunting experience in US, her challenge, and also how does she feel about working in US as female professional. I hope you enjoy the conversation with Lisa.お友達のリサさんに来てもらいました。今日はリサさんのことをインタビューしていきたいと思います。サンフランシスコに2017年の夏に移住してきました。移住したきっかけは今旦那さんがサンフランシスコで働いているので、そのきっかけでサンフランシスコに来た感じです。仕事はサンフランシスコで VC スタートアップとかに投資をする仕事をしています。なんか元々は広告代理店だったんだけど、日本にいる時はこっちに来たらね、やっぱ話題の職業、そうなんかジオグラフィーにいる意味もあるし、なんかプロフェッショナルな人とか情報も入りやすいし、やっぱりこっちに来たら一番旬のお仕事をしてみたいなと思ってご縁があって VC のお仕事を今しています。学生の時とかはもうアメリカにいたんだよね。そう、高校生までは日本だったんだけど、大学をきっかけにアメリカに来て、大学すごい中西部の田舎の大学なんだけどそこで農業経済学っていうちょっと日本だとあんまりないような学部、そうだから農学部でこう畜産とかをするんじゃなくて、なんかこう大豆をなんか輸入輸出したらこういう関税かかるよねとか、そういういわゆる農業系のものを題材にして経済学を学ぶっていう、ちょっと変わった学部だったので、それもきっかけでアメリカの大学に来ました。一回じゃあ卒業して日本に戻って、でさっき言ってたように日本で働いてて、で結婚を機にまたアメリカに来たって感じですね。そう、大学卒業する直前はアメリカの企業に就職しようと思ってて、内定とかももらってたんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう、でちょうどリーマンショック、あ、そう私2010年卒業だったんだけど、それで内定取り消されて、でなんかよく日本のリクルーティングの会社がやってるバイリンガルの日本人を採用しようみたいなイベントがあって、日本の会社に就職して2011年から新卒で日本か。なんやかんや最初はすぐに行ったらアメリカの企業を探して戻ってこようと思ったんだけど、やっぱなんかね、日本の会社ってすごい手取り足取りいろいろ教育してくれるし、最初は導入はいいよね。めちゃくちゃいいと思う。なんか社会人のイロハとか超教えてくれるし、そうアメリカ大学にいて、だからやっぱはっきり言って東京にあんまり友達がいなかったから、なんか逆にこう同期がすごく仲いい友達みたいになっちゃってて、なんかそれで結局仕事も楽しくなって7年間結局いっちゃったかなって感じで、で結婚をきっかけにもう一回アメリカに来ることになったと思うんだけど、その来た時の、その就活とか、どういう業界を見てたとか、難しかったこととかなんかある、なんかね、やっぱり一番は言葉が難しいなと思って一生ね、一生ラーニング、そうそうそう、もう一生ラーニング、そう、なんかこういわゆるアメリカに大学でいたし、なんか英語が喋れるってアドバンテージで、その日本に就職した時も、なんか海外系の部署にいたけど、なんかそれってなんか日本人でビジネスができる人が英語が喋れるっていう、なんか英語が喋れることがインセンティブだったけど、なんかそう、なんかいわゆるアメリカに来て、なんかアメリカのローカルで採用されようと思うと、ただ単にそれインセンティブじゃなくて、なんかディスアドバンテージ英語が苦手な外国人みたいななるから、なんか日本となんか仕事をしているとか、日本にマーケットがある企業じゃない限りは、なんか日本人としてのバリューが出せないから、なんかそこはなんかいわゆるそれを抜きで就活しようと思うと、やっぱ言葉の壁とか、あとこっちでの働いた経験がないっていうのは、なんかすごくディスアドバンテージは感じたかな。だから広告業界にいたかったわけじゃないけど、なんか唯一やっぱり自分がセールスポイントは、なんかそういわゆる広告業界にいましたってことだから、結局はやっぱり最初こっちに来て一番最初に働いたところはこっちの広告代理店の会社だったかな。でその後に
そこでどのくらいか期間か働いて、うん、で転職をしたんだよね、うん、そうっていうのもなんか広告代理店のシステムがアメリカと日本だとすごい違って、うん、なんか日本だと総合代理店っていう、うん、いわゆるあのクリエイティブも、うん、からそのいわゆるエグゼキューション、あとはなんかそのスポーツのスポンサーシップもやったり、なんか一つのクライアントにこういろんな方向から提案できたりとか、そうで自分もなんか私はメディアにいたんだけど、メディアにいるけどクリエイティブの人と喋って、このメディアだからこういうクリエイティブ作りましょうみたいな、例えばテレビだったらこうだけど新聞だったらこうとか、あと同じこう動画メディアでもあの YouTube とか SNS 系だったらこういう動画の構成にしましょうみたいな、なんかその媒体特性とクリエイティブとかをつなげられるから、結構こう一直線、その横軸も通ってて縦軸も通って仕事ができたけど、アメリカだとメディアの会社はメディア、クリエイティブの会社はクリエイティブ、そうだからなんかそのメディアがあんまりクリエイティブの口出しもできないし、なんかクリエイティブから直接こういうクリエイティブ作りたいんだけど、どういうメディアに載せたら一番効果が出るかなみたいな、そういう相談もできないし、なんかそうインテグレーティブなあのメディアプランニングができなかったから、なんかそこはやっぱり物足りなかったし、なんかメディアが好きだったわけじゃなくてそう、しかもなんか初期配属がメディアだったからメディアだったけど、なんかそうそう、なんか日本のその代理店だとあまりメディア以外のお仕事もいっぱいできたからすごく楽しかったけど、アメリカは本当にメディアにいたらメディアのプロフェッショナル、だからメディアのことを聞けば何でも分かるけどみたいな、すごいプロフェッショナリティが求められるけど、あれその横の広がりはこうあまり必要とされなかったから、そこは物足りなさと、なんか別にメディアで極めたいわけじゃないみたいな気持ちが多かったから、ちょっとそこからは違う仕事を探し始めたっていうのがきっかけかな。すごい方向転換になったと思ってて、うん、でそれって、まあ、私もそうなんだけどちょっと怖い、なんか今までやってきたことと、うん、もちろんそれがすごい、まあ、そのメディアやりたいわけじゃなかったって言ってたように、うん、私もその自分の今やってる仕事が本当にやりたいことかって言われると、まあ、違うなと思うし、うん、それを変えたいなっていう気持ちと、うん、逆に恐怖みたいなのもあるんだけど、何モチベーションをそっちに転換させることができたかな、うん、でもすごいあるかも、すごい悩んだし、うん、なんかどうしようかなと思ったけど、まだ子供もいないし、逆に違う業界に行くとしたら今しかないかなって思ったのと、多分サンフランシスコっていう場所が良かったと思ってて、なんか30代前半ってまだまだ若いみたいな、若いね、そう、なんかなんだろう、すごいそれが一番多かったかも。私の友達では普通になんか大学入り直していきなりなんか違うなんかエンジニアになりますとかなる人も多かったから、なんかそういう環境にやっぱ1年ぐらいいてみて、なんかやっぱ勇気はもらったかも。もし変えたいしなら今変えないと一生この好きじゃない仕事をやり続けなきゃいけないのかなっていう恐怖感の方が強くなってきて、なんかやりたいことは何かなって思った時に、やっぱり周りでやっぱ活発な業界というか業種が、土地柄的にもね、そうそうそう、スタートアップとか VC とかだったから、なんかそこら辺が一番やっぱ気になって、で今までそのなんか投資だけど、なんか VC の投資って普通のそういう投資と違って、なんかこう可能性、ポテンシャルのあるところにこう可能性を見出してそこに投資していく、でその VC としてはそこに価値をどうやってつけていくかみたいな仕事だったから、なんとなく私が広告代理店でやってた、例えばこうビールだったら、その普通のビールだけど他のメーカーのビールとこのビールどう違うのみたいな、なんか価値の創造みたいな、ところで、そう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 、だからそのスタートアップをその他のところとなんか違う、なんかあの競争性の高い商品として押し出していくっていうのと、その広告の時に価値をこう何付加価値をつけるみたいなところがなんかちょっと似てるかなと思って、まあ、そこを一応セールスポイントにこういろんな VC にそうあのレジュメ出して、で未経験だけどポテンシャル採用してくれた子が今のところっていう感じかな。具体的に VC の仕事ってどんな仕事をするの？まあ、一番簡単に言うと、そのいわゆるまだ上場されてない、まあ、その新興企業っていうところにお金を投資して、でその会社がうまくいけば
リターンが来るし、うん、もしうまくいかなかったらまあそれこそ借金じゃないから投資、うん、あのその VC 投資って、うん、借金っていう形であの貸し付けみたいな感じでもできるけどじゃないから基本的にはうまくいけば、まあ、その10倍とか20倍のリターンが返ってくるけど、だけどその会社がやっぱりなんかシリーズ A とか B とかでうまくいかなくなったらその投資したお金はもう返ってくる、うん、そうそうそう、だから日々の業務としてはなんか割と地道かなと思ってて、なんかやっぱりそうあのもうマントあるスタートアップの中からなんか自分が思う、 こう光るこう動線みたいなのを見つけなきゃいけない中で、やっぱりそのピッチイベントに行ってももう本当に2時間もうずっとその企業が3分ごとにやるなんかスピードピッチプレゼンみたいなやつをひたすら聞いて、なんかエネルギーがあるね、すごいよ、エネルギーもいるしめちゃくちゃ地道だと思うし、なんかそれこそ入れたお金、しかも私たちってあのファンドだから、あのお客さんから使ってるファンド、あのお金をその投資して運用してるから、なんか自分のねこう見極めを間違ってお客さんのお金をさ、こういうの蒸発させちゃってもさ、すごくあの責任のある仕事だなとか思うから、なんか新しいビジネスでここ面白そうみたいなのもいいとっかかりだけど、そういうビジネスがどう成長していくかっていうのをちゃんとあのまあ、財務諸表を見たりとか、うん、マーケットの動向を見たりとかっていうので、こう結構あのペーパーワークが多くて、そうなんだ、そうそう、読み物も多いんだ、読み物すごく多いし、あとなんかその業界を知らなくてもその業界を知るためにすごい勉強もするから、うんうん、だからすごくそこも楽しいけど、なんかやっぱ自分のプロフェッショナルない分野に投資するときにどこまでその業界のことを知れるか、うん、でなんか自信を持ってその投資家の人たちにここに投資しますって言えるかっていうところはすごくなんか、自信を持って言えるようになるまで自分を持っていくのが大変かも。そうだね、うん、でそのアメリカでその2回 ?3 回就職 ?3回して、うんうん、アメリカの就職ってどう？就活ってどう？本当コネクションだと。そうだね、うん、なんかなんだろうね、なんかこう もちろんそのいわゆるリンクトインにレジュメ貼って、はい、っていうのもあるし、そのリクルーター使ってっていうのもあるけど、やっぱ自分なんか給料のネゴシエーションもしなきゃいけないし、その待遇ネゴシエーションもしなきゃいけない中で、なんかやっぱりその知り合いの知り合いみたいな。うん、知り合いからこうレコメンドしてもらうみたいなの方がやっぱり自分が優位に動けるし、なんか実際こうやっぱ仕事をさ探す時とかさ、オファーをさもらう時ってなんか結構強気にいかなきゃいけない時もあるじゃない、うんうん、なんか私はなんかちゃんと週に来てほしいんですみたいなのがさ、なんかね、そうだね、給料の面でそう額も含めてだけど、なんかやっぱそういう時にそのリクルーターとかよりはやっぱ個々のつながりがあった方が待遇してくれるし、自分も言いやすいし、そうだね、うん、あとなんかなかなかそういうリンクトインとかだと面接までに行くことが少ない、うん、からそのパーティーでもいいし、そのソーシャルな場でもいいし、やっぱ友達って講師ともにめっちゃ大事って思う。最初はコネクションがないから、うん、こっちに来たばかりの時は余計大変だったね、うん、そうだから最初はやっぱそういうエージェンシー使った、うんうん、でもやっぱそういうエージェンシー使って見つける仕事ってやっぱ仕事の実情があんまりわからないから、うんうん、入ってみてやっぱちょっと違うなっていうふうに思うケースが多いっていうか、私はそうだったから、うん、その同じ業界にいる友達同士で、うん、この会社のこういうポジションがあるよみたいな紹介の方が、うんうん、多分自分にこうフィットする確率が高まるかなって思ったから、ちょっと、まあ、日本もそうなのかな、今定職とかだと。そうなんだろう ね、ちょっと日本の就活事情全然わかんないけど、そう日本ね、そう新卒でしか、私もそうだから、そうそうそうもしかしたら転職だったらそういうのもあるかも、あるかもしれないですね、うん、でアメリカで今、まあ、女性として働いてるんだけど、うん、私たち、うん、その私はねそのアメリカに来て、うん、すごい働きやすくなったんです、うんうんうん、で女性として、うんうん、いろんな意味で、うん、でなんかそれって何か感じるところある？すごいある、あるあるある。なんか働きやすいか安くないかというかはやっぱりみんななんか人種も違うし、うん、みんなこうお互いのバックグラウンドもそんなに知らない人も集まって仕事してるし、うん、なんかすごくいい意味で気を使ってると思う、女性に対して、はいはいはい、やっぱりそのなんだろう、セクハラとかパワハラじゃないんだけど、
そうちゃんと気をなんか私も気使うし、うん、そのいわゆる違う人種だったりとかあの、まあ、人種関係なく、まあ、みんな違うっていうのが前提にあるから、そうだね、そうなんかすごく、いい意味で気を使って仕事をしてるから、それが向こうから使われてるなっていうのも分かるから、いいなんか相乗効果になってすごい健康的な建設的な職場環境があるなと思う。なんか日本って、うん、セクハラパワハラに対しての感覚がちょっと緩いというか、緩い、分かるよ、緩いと思う。こう言ってるけど悪気がないの分かってるよね前提みたいな、うん、日本の人はなんかそういう人も結構多いそうだね、なんか、うん、それこそ新卒で入った会社とかはさ、もうそれこそね何も知らないとこからいろいろ、そうそう、ファミリーって感じだし、自分もそう思ってるし、うん、先輩とか上司がお父さんお母さんみたいな接し方をしてくる、ね、息子に話してるみたいな、そうそう、だからなんかお前のためにこうきつく言ってるんだぞみたいな、うんうん、だけどさそれってさいやいや傷ついてるわみたいな、そう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 、だしなんかやっぱりある程度なんか女子で総合職で頑張ってるっていう、なんだか自分の中でのそのなんか気合もあるから、うんうん、何言われても、あ、分かる分かる、そうそう、負けないぞみたいな、そうそう、あるけど実際はさ結構やっぱ傷ついたりとかさ、嫌だなとかさ、うん、思っちゃってるけど、うん、でもそのセクハラパワハラをちゃんとなんかこういなせないというか、なんか対応できないのは自分の弱さだなって勝手に思ってたけど、うんうん、なんかそれをこっちに来て、まあ、いわゆるカジュアルな席でそのアメリカ人女性とか、うん、他の国から来てる女性とかとなんか日本ってどうなのみたいな話をするときに、うん、まあ、こんな感じかなみたいな、今みたいなことを話すと、うん、結構びっくりされる、聞かれるよ、ね、うん、え、そんなこと言われるの、あと修行中でしょみたいな、うん、あ、そう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 、そうなんかある意味アメリカの人々は、うん、いい一定の距離があるっていうか、あ、そう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 、あるよね、ある、うん、なんか別にそれは気を使われてるとかじゃなくて、尊敬されてるプロフェッショナルみたいな、そうそうそう、お互いに、うん、っていうのはすごく感じるから、まあ、自分ももともと別に誰かにパワハラとかセクハラとかってしたっていう気持ちはないけど、うん、覚えはないけど、うん、でもすごくこっちに来てからエクストラで気を使うようになったかも、うんうん、自分の発言にだよね、そうそう、自分の発言とか、うん、そう、なんかよりなんかこれを言ったら相手がどう思うかなみたいなのを考えてから発言するようになったから、うん、ね、なんか本当に例えば宗教とかさ、うん、政治観とかもさ、みんな違うし、うん、まあ、もちろんそういうことはあんま話さないけど、うん、本当に何を思ってるか分かんないから、うん、気を使って会話はするよ、うん、なんか違って当たり前みたいなのが、うん、やっぱこっちに来てからさらになんか強くなったかも、うん、あとね、やっぱセクハラとかパワハラに対するのなんか感覚が敏感、例えばさ、なんか例えばだけどなんかこうちょっといつもよりも丈の短いスカートを履いてただけで、うん、日本の会社では「え、今日デート?」とか、ああなんか予定あるのこの後そうそうそうとか、なんか褒めてくれればいいんだけど、なんか普通にさ、ね、そうそう、こっちの人はさ「なんか Where did you get that?」みたいなさ「I like you ね」みたいな、んか褒めてくれるから嫌じゃないんだけど、日本のなんかオフィス環境だとなんかいつもとちょっと違う色合いとかの服を着ていくとすごくなんかあんのみたいな、そうだね、それもアウトだね、たかすとかさ、そう、なんか私がすごい嫌な言葉は女性なのにすごいねとか、女性なのにこんな業界いるんだすごいねとか、あ関係ないでしょって、まあ、思いながらも、うんうん、なんかまあレッゴーレッゴーしてたけど、うん、まあ、そんなこと言われること絶対ないし、ないね、そういう意味ではね、うん、ちょっと心にこう余裕ができたかな、うん、そう、うん、だから逆に余裕ができた分ある意味対等っていうか、うん、もっと頑張らなきゃいけないなと思った、うん、よくお付き合いしてた女性のアメリカ人の、うん、クライアントさんは、うん、もうパワフル、もうすごいパワフル、確かにね、で、うん、やっぱでもそこまでやらないと多分対等に仕事できなかったんだと思う、うん、今まで、うん、だから今 もうそのスタイルで、うん、もう仕事のスタイルは確立されてるし、うん、まあまあ分からなくもないかなって感じだな、うん、ね、なんかアメリカ女性のさ人ってさ、こうセクハラ発言させないみたいなことはない、なんかあるね、もうその雰囲気に持っていきませんか、あ、そうそう、なんか私も悪かったのかなってか一生思うのは、関係を築くためには、うんうんうん、その愛嬌も必要みたいな、
なんかいわゆるその何か言われてもいつも愛想よく笑ってちょっとこう受け流すみたいな、はいはいはい、だからそういうのがアメリカの人はないかも、ね、愛嬌がないって言ってるわけじゃないけど、あ、いやもうそういうの言わないでって多分バシッと言えるし、そうそう嫌だったらそうだからそういうオーラも発してるから、だから私とかもあの旦那が白人なんだけど、なんかずっと遠距離だったのね、うん、がアメリカの大学来てて、そこで付き合った人と今結婚してるから、うん、だから遠距離中とかはなんか本当にその飲みの席とかクライアントとかの同じ会社の人から、うん、いやこいつは白人しか好きじゃないんでとか、おー言われたりして、すごくない？それはダメだね。え、で、なんて言うの？いや、白人の人かっこいいですよね、みたいな。あー、だからこれなんですよ、これが愛嬌、うん、これが愛嬌だし、でもこれが必要だったもん、うん、日本で生きていくだけとか、なんか、いや日本の男性にはモテなくてとか、はい、別にそうかな、そう、そう思ってないけど思ってないし、私も日本の男性でも白人でもね、黒人の方でもヒスパニックでも、なんか素敵だなって思う人が、みんな魅力的ね、そう、あるよね、素敵だなって、まあ、たまたまそれが好きだった人が白人だったってだけで、なんかもしかしたらそれがね日本人かもしれないし、うん、他のアジア人かもしれないしっていうのがある中で、なんかそこがネタになる、うん、すごいネタにされてた、うん、じゃあこれからアメリカで、まあ、特に女性とかで、うん、働いてみたいなって思う人にメッセージあります？そうですね、じゃあテイクアウェイズ、うん、じゃあ3つテイクアウェイズで、1つ目がなんかいわゆるやっぱ男性にしても女性にしても、まあ、誰にしてもやっぱそのね、自分の体力の限界とかあると思うんで無理をしない、で無理な時は無理って周りに言う、でそれをちゃんと受け入れられるような環境に自分がそうそう持っていく、身を置くし、まあ、周りも必要だったらエデュケートする、もう会社を責めるんじゃなくって逆に男性はそこ分からないから、うん、そういうのをエジケートしてあげる、うん、2つ目はそのいわゆるセクハラは絶対ダメなことだから、それを良しとして受け入れない、むしろそのセクハラを言ってる人はセクハラ言っているって思ってない可能性もあるから、はい、多い、そうそう、それを良しとしない、はい、ちゃんとその発言はやめてほしいです、うんうん、そしたらまあ相手も変わるしね、うん、今後言われないかもしれないし、そうだから言わせない環境をそれも自分が作る、あとは、まあ、アメリカにしても日本にしても仕事、仕事外、出会いはすごく大事だし、友達が多いのはやっぱ人生を豊かにしてくれるとすごく思うから、なんかアメリカに来て特に思うし、そうだね、そういう一つ一つの出会いを大事にして、まあ、日本にしても海外に行きたいっていうのにしても怖がらずに新しいことにチャレンジしていくことが大事かなって思ってます。はい、ありがとうございました。今日は貴重な話いただきましてありがとうございました。 There you have it. I hope you had enjoyed the conversation with Risa. Thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel if you haven't, and I will see you soon. Bye.